はい、というわけで、今回は、プレイステーション3版の北米版かな、北米版のコールオブデューティーワールドアットをやっていきます。今年発売する COD がね、無事にワールドアットウォー2に確定したので、ワールドアットウォーちょっとね、急にやりたくなっちゃって買っちゃったんだけど、まあこれ知ってる人も多いと思うけど、日本語版がないので、もちろん全部英語で、2008年に発売したゲームだからね、順番的にはコールオブデューティー4の次、モダンオフェア2の前に発売したゲームで、まあいろんな理由があって日本では発売されなかったんだけど、とってもね面白いゲームだからね、早速マルチプレイやっていこう。オンラインプレステ3で COD をやるのも結構久々なんだけど、まあプレイヤーがね、だいたい500人から、まあ、1000人前後。ワールドアットウォー2が発表されてから少しプレイヤーが増えたっていう印象で、遊んだんだけど、レベルとアイコンがなんかおかしなことになってて、はい、チート部屋がね、すんげー蔓延してるんでね、まあ、半々ぐらいの確率でチート部屋に当たります。まあ、その一方で良かったのは、武器がね、全部アンロックされちゃったので、今ね、武器全部使える状態なんだけど、いや、武器もね、いいよね、この、クラシックな武器。スプリングフィールドとか、モシンナガンとか、KAR とか、あとは M1 ガーランドとか、で、ボルトアクションライフル、ライフル、サブマシンガン、ショットガン、マシンガン。マシンガンの数がね、結構多いんだけど、BAR とかはキャンペーンに出てきてた。で、サイドアームね、サイドアームが、コルト、ナンブ、ワルサー、マグナムとか、TT33。ナンブってのはこれ、ジャパニーズセミオートマティックピストルって書いてあるけど。で、まあ、この辺はね、そんなに装飾されてないんでね、そんな異常な強さを誇るようなものは、パークとかもないし、まあ、あとはビークルパックってのがあって、ビークルパークか。乗り物がね、使えるマップがいくつかあって、戦車が乗れるマップとかあるんだけど、まあ、戦車乗んないからあんまり気にしてないや。じゃあ、とりあえずマッチかけてみよう。当然のことながらね、日本人なんて全くいないので、こういう風に、ま、海外のね、サーバーっていうか部屋に入ることになるから、回線はもちろん悪いです。だから、真正面から戦うのはちょっと避けた方がいい。で、まあ、ここがチート部屋かどうかもわかんない。終わっちゃった。なんか、チートっぽいけど、大丈夫かな。これ、クランタグにね、特定の文字打ったら色変わったりするんだけど、なんかね、心配なんだよな、こういうところ。大丈夫でしょう、きっと。よし、始まった。これはね、キャンペーンにあった、沖縄の首里城だよね、これ。首里城っぽいよね。そのモチーフだと思うんだけど。じゃあ、M1 ガーランド。使っていこう。フラッシュハイダー付き M1 ガーランド。インペリアルアーミー。うわー、一品だ。こっちじゃあ日本軍、こっち。いてて。ワールドアットウォーの特徴がね、まあ、やっぱりなんだろう。異常な強さを誇る武器とかがないから、ちゃんとね、打ち合いが成立するというか、回線上はあんまり成立しないんだけどね、じっくり戦ってならないとこっちは勝てないな。マップがね、全体的に広いところが多いんだけど、まあ、ここはまだ比較的狭い方か。本当にね、戦車があるマップとかね、異常な広さ、下手したらまあゴーストのマップよりも広いところがあったりするんだけど、オッケー。あれ ?M1 ガーランドってこれ、セミオートだよな。おっ、あ、いたー、目の前。よし、ナイフ、お、あ、よし、ナイフ。回線が悪くてもナイフはちゃんと刺さってくれるんだな。今いなかった?うー、当たんない。
ストリークはね、コールオブデューティー4と同様に3キル偵察機、5キルミサイル、7キル犬って感じで、ちょっとね、COD4 よりもね、キルストが、あれ？え、ホストがプアコネクション？え、終わっちゃうの、そんなんで。2ピンだ。さあここでやっていこう。戦車ありマップ。この武器ね、タイプなんだっけ、タイプ100。よし、 OK。 1ピンだとさすがに無理があるけどね、2ピン以上ならね、なんとかいけるレベル。ん？ああ、戦車ガーランドはちょっとね、攻め落とす武器で弾が少ないからね、回線弱者にはちょっと厳しい武器だ。レーダーリコンプレイン、あ、こっちから来る。こんだけね、マップが広くてもね、まあモダン2もそうだったと思うんだけど、マップが広くてもちゃんとね、みんなバランスよく同じらへん、同じところをね、あれリロード、あ、後ろみんな似たり寄ったりなところにリスポーンしてくからね、あんまりなんだろう、バランスが、え、おい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 、なんだこれは。これがね、ソウルだよ。チートだよ。みんなね、チートやってる人って昼カメ見たら、みんなああいうなんかモッドメニューにみたいのが出てる。いやーひどい。ああ、これはひどい。せっかく回線いい部屋に入ったのに。まあね、こういうまあオートエイムなんてのはまあモダン2とかにもあったけどね、ひどい時は高速移動とか高速ジャンプというかハイジャンプが発生するからね、このゲーム。ああ、マップ消えちゃった。チートロビーに入った時の典型だね、マップが消えるっていうね。痛い。ワンコーはね、あの BO1 にさ、高キルストリークとして存在してたけどさ、このゲームね、まあ7キルで呼べる、まあ、最高のキルストなんだけど、2回噛まれたら死んじゃってね、結構ね、強いキルストなわけだ。コールオブデューティー4の時はヘリコプター、チョッパーだったけど、多分犬の方が強いと思うな。あー、戦車、お、あー、おい。どこ撃ってんだよ。左のさ、ログにさ、コマンダーに昇格したとか出てるけどね、僕もこれでね、このチートによってね、この経験値が爆跳ねして、それで最高ランクになっちゃったんだけど、まあそれはそれで武器全部アンロックされるから、それは良かったけど、危ねえ危ねえ危ねえ。青横、チートの人消えたか。エイムが乱れてる。ん？え？チートだ。こんなに硬いわけないよね。では、チートなのかと疑っちゃうけど、チートなのか今のは。この謎ログ、ああ、乗ってる。倒した。え、これ乗ってるよね、これ。おりゃ。あ、今度は仲間にチーターがいる？マップ消えちゃった。いや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 。まあ、ワールドアットウォー2が発売したらね、こうなることは確実にないと思うんだけどね。まあ、現状のワールドアットウォーとはこれです。あー、戦車。半々の確率でチート部屋に入ったり入らなかったり、
なんだけど。いや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 。戦車、撃ち合いをさせておくれ。で、1キル10ポイントだからね。750ポイントに到達したら終わりなんだけど。敵がいない。いた。え、これ誰か乗ってる？これ逃げる。ああ、え、そんなに硬いわけないよな。ありえないよな。そんなはずがない。ああ、終わっちゃった。はい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 。というわけで、44キル7ですか。現状のワールドアットウォーとはこんな感じです。というわけで、とりあえず、今回はここまでにしよう。次回もうちょっと、ちゃんとね、いい部屋見つけてから、はい、やっていこうと思います。じゃあ、ワールドアットウォー2に向けて、今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。うるさいうるさいうるさい。こっからミュートできないんだよ。